皆さん、こんにちは。一閑張を楽しむ会主催のリアンです。今日は絹のマスクを作りたいと思います。こんなの。絹の反物2段ありますので、これでマスク作っちゃいます。絹にはいろいろ殺菌効果とか、なんかいいことがいろいろあるっていうふうに聞いたので、後で調べてくっつけておきます。で、絹は洗うと縮みます。マスク作ってから縮んでしまうと何のこっちゃ分かりませんよね。ですので、先にいる分だけ切って、お水でよーく洗ってアイロンかけて縮ましてから裁断してお作りします。反物さんはこういった白っぽいのの古典柄と味のピンクちゃんですね。古いものなんですけどね、黄ばんでるところはもう外しちゃって、綺麗なとこだけ使います。新品なので、ちょっと糸切りますね。そこからかーいって感じですけど、そこからです。チョキチョキ。はい、外します。あ、そうそう、私えらい前に雑誌に載せていただきました。それもじゃんじゃん、マスク作ってです。 こんな時にちょっと自慢。では続けます。よいしょっと、ここもよいしょ。はい、新品ちゃんです。ちょうど端っこも中ですしね。よいしょ。シルクのマスクはね、つけ心地がいいのでおすすめです。よいしょ。じゃあこれちょっとくるくるっと巻いて、下置いておきます。キュッキュッ。そしたら水通ししましょう。たたんで、よいしょ。はーい。じゃあ、たたんで。よいしょ。せっかくやから、こっちもやってまおうかな。かわいいもんね。でも、ここで切っちゃうと、端っこで3分割になるってことが分かったから、よいしょ。これ、後で巻くの大変やよね。よいしょ。で、これをコロコロコロっと巻かれて。んで、綺麗やね。切ります。チョキ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 。もうね、長襦袢シルクできることないですよね。お仕立ててもらった若い時のはあるけど、よいしょ。今は洗えるやつの方が、よし、使いやすくていいですもんね。そしたら水通しします。水、はーい。水用意してありました。そしたらこれを畳んで、よいしょ。ショップの方でね、前回着物のお外の方の反物でマスク作って出品したんですけど、結構評判良かったです。おしゃれ着洗いの洗剤で洗います。分量は指示通りこれくらい。洗います。で、わざとこう揉んでシルクに意地悪して縮んでもらいます。そしたらこれちゃんとすすいで干してきます。はい、さっき水通しして外で乾かしていた反物が乾きましたので、前回作ったアイロン台の上でアイロンをかけていきます。貼り替えたばっかりなのでね、アイロン台ふかふかで気持ちいいですね。シルクをね、ジャンジャンジャンって洗っちゃうのはちょっと大胆すぎる行動なんですが、お洗濯できないマスクは使い勝手悪いですからね。アイロンかけたらシルクの光沢が戻ってきますね。お洗濯した後でも軽くアイロン台かけたら殺菌効果もあっていいかもしれないですね。いっぱいシルクがあるので贅沢に両面シルクのマスク作ります。なんかちょっとアイロン当てたら光沢戻りました。では早速マスク作りましょう。今回はコットンタイムさんがフリーで配っている型紙利用します。プリントアウトして線の通りカットしていきます。縫い代込みなので、そのまんま切るだけなので簡単です。ピンクと白いの、
どっちも可愛いな。白にしましょう。配置考えて、ちょうどこういう感じで4枚取れるので、こうですね。この時に覚えとかないといけないのが、中表に私今折りました。そしたら開かなくてもこのまま縫っちゃえば段取りよろしおますな。で、ここ切ります。よいしょ、チョキチョキ。こういうカッティングボードの上で作業するとやりやすいですね。で、裁ちバサミで切りましょう。なんでカッティングボードの上で切るのが私好きかと言いますと、自分が動かなくてもボードに動いてもらえばいいから楽ちんです。それでこうやって重し置いとくと布がずれなくていいです。自分動かんでいいのがいいですね。ほら、ポイッと。今日は手縫いでちゃちゃっとやってみましょう。はーい、できました。中表で折ったので上2枚、これが裏、ずれないように。シルクは薄くてずれやすいので合わして真ん中待ち針打っときましょう。そうしましたら、ここの線まず縫っていきます。1ミリ、1センチ、1センチのところを縫いましょう。では分かりやすいように絹の水色の糸で縫いましょう。ポチッと。それでこれを穴通します。穴通りまへん。それで、なんかこの間読んだ本によると、こうやってピンってやると糸のよりが取れて絡みにくくなるそうです。ほんまか。ここで1センチ縫うんですけど、なんか目印ないと縫いにくいわーっていう方は、水で消せるチャコペン、某 D で売ってます。100均の。それでね、さっきプリントアウトした上に乗っけて、てんてんてんと目印つけてあげましょう。縫います。キュー、ピュッ。見ても別に面白ないよね、みんなね。縫い縫い。シルクって普通の縫い針だったら縫いにくいんですよ。で、これは絹縫える針。糸通す時間より縫うてる時間の方が短いですね。こんな感じ。めっちゃ適当。くるくる。キュッキュッ。あ、糸はね、1本取りでやってます。なもう片っぽ縫います。またさっきの型紙の上に乗っけて、透けてるからそこを縫い代、てんてんてん。この水で消せるペンは霧吹きとかそんなんで消えるから便利。昔はそんなんなかったですよね。なんか家庭科のプラスチックの箱に入ったチャコのチョークみたいなやつとか、こすって消すようなとか、あんなんしかなかったけど、今はこうやって水で消せたり、アイロンで消せたり、便利ですね。素晴らしい。サクサク。あんまり手抜いて皆さんします？しないっすよね。しつけもめんどくさいからね。私はミシンを出しっぱなしにしてるところがあるので、そこで何でもチャ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 ってやってしまいますね。玉結び。はい、開いて、ここアイロンかけます。ね。はい。開きました。ね。そしたら今度これを中表に合わせて、ここを縫っていきます。点々つけときましょうか。
1センチのところに縫い代つけときます。中表にくっつける際にマスクのカーブ上下間違わないように合わせて、縫い目と縫い目の中心を合わせて待ち針打つんで、こっちも打つ。今は待ち針使ってますけど、よいしょ、ショップに出すときは待ち針残ってると危ないのでクリップ使います。縫っていきます。ちょっとメガネ見えにくいのでロッテンマイヤーさん仕様になりました。ロッテンマイヤーさん知ってる人はそれなりのお年ですね。見て、ちったらちったら縫います。ちったらちったらちったら、そしたらここでピンピンピン、はい、片っぽ縫えました。そしたらもう片っぽ縫いましょう。一貫張りの生徒さんも YouTube 見てくれてるって元気、嬉しいですね。よし、できた。こんな感じで、これもひっくり返すときにカーブのとことか釣れるから、ちょっと釣れやすそうなところに切り目入れといてあげると出来上がりが違いますね。よし、切り目入れました。ひっくり返します。アイロンもスイッチ入れといて、もうちょっと終わりが見えてきた、やっと見えてきた。はい、ひっくり返してアイロン当てしましょう。アイロンはこまめに当ててあげた方が、よいしょ、出来上がりに差が出ます。気持ち、くしゃみはするとね、チェンジしたくなるしね、何個か替えがあるといいですね。で、こういうところもアイロンちゃん、チュッチュッチュッチュ、よし、ほら、なんか型紙さんと同じようになったでしょ。よいしょ、こんな感じです。で、ここを1回2回折って縫ったら出来上がりです。先が見えてきましたね。折ったら待ち針止めて、もうすぐよ、出来上がり。頑張れ私。できました。かぎ針で通します。ここプチュッと入れて引っ掛けて抜く、通りました。ゴムは25センチぐらい、お好みで、私のショップのは結んでないのでお好みで自分のサイズに合わせて結んでください。こうやからこっち側へ、はい、シルクのふんわりマスクできました。息しやすいですね。お口に当たるところもシルクなんで優しいです。いかがでしたか？作ってみたくなったかな？こんな感じでマスク作ってますが、いつもはミシンで作ってます。またよかったら一貫針リアンの楽しい手作り YouTube 見てください。じゃあね、よかったらチャンネル登録してくださいね。バイバイ。